ね。いい感じ。もっとやって。おいしい。イーアンモニあれをやってる人見て、こうもあれやりたいって言ったんだけど、当時のマネージャーのしんちゃんがあれはロックじゃないって言ってロックって空気を揺らすことだから、そのラインの音みたいな空気に触れてない音を聞いて歌うと、もうそれなしで歌えなくなっちゃうから、イーアンモニはダメって言われて、そんなんロックじゃねえっつって言われて、だからコウの中ではあれをやってないのがロックだって信じてやってきたから。でもこの間福岡から帰ってくるとか、飛行機の中で U2 がスタジオライブしてた時、イヤモニしとったで世界のロックスターみんなあれもやっとるわ最後まで空気を揺らしていきますね、全身で一緒にそれを感じて行ってみましょうSomething like that. からくいが折れたので三線の修理をします削って、thank you.
輪が届きました。と思ったけど、こんなになってるからもうなんかすぐちょっとすぐ触っただけでグラン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 だよ。あーグラングランだよ。オーマイガー、うハートがいっぱい。超かわいい、ピッカピカビックリマンチョッコン。ラピュタの飛行石みたいな感じっていうか。ますますお綺麗になっていい感じですね。変な人です、はい。コッコを一言で言うと、ビッグママ。笑い声でどこにいるかがすぐ分かる方です。かっこいいね、かっこいい人。同じシングルマザーとして尊敬してます。所作の綺麗な人です。動物というより植物ですかね。細い木みたいな時もあれば、ステージではなんか大きな木になる時もあります。素敵な女性です。食べる姿が可愛い人です。うるわしいです。ここ一言で言うと、そうですね、不思議な花。コッコエトエチョリートエセクシー。一言、可愛らしい人。ウルトラチャーミングの人です。何、コッコ様一言で言うとズバリ愛してるよ。コッコは愛の塊だと思ってます。もう一回ですか、もう一回ですか、はい。あ、編集してもらえないですね。はい、了解です。コッコさんはお茶目な人です。はい、はい、一生イヤモニをしなくていい人です。で愛が深いという結論に俺の中では達しました。